はい、すいません。お待たせをいたしました。ごめんなさい。18日になりましたので、今日の配信を始めていきたいと思います。この時間の相手は、個人バーチャル YouTuber、皆様に育てていただく VTuber、シムズクラウンでお送りいたします。よろしくお願いします。さあ、ちょっと暑いんですけどね。音量等問題ないですか？何か、ありましたらコメントで教えてくださいということで、6月もね、最後の、土日かな、これでですよね、多分ね、そうですね、今月の最後30日が金曜日だから、これで、ね、あ違うか、木曜日だから、これが25、26とね、最後の、土日となりますが、日本はね、カンカン照りになっちゃってて、まあ、特にこう、東日本っていうのかなが、ものすごいね、暑くなっちゃってて、群馬県だったっけ？群馬県でなんか40度を超えたとかって、出てましたけど、皆さんのところは、大丈夫でしょうか？ね。さて、この時間は、久しぶりですね。明治安田生命、J1 リーグ。こちらの模様を、スポーツ同時視聴配信という形でやっていきます。今日の、対戦カードなんですけども、待ってね。出てくるかな。福岡、対広島、アビスパ福岡対サンフレッチェ広島というねカードになります。今回で J1 リーグも18節ですねを迎えました。今のところまで17節が終わったところまでの順位表をねちょっと見てみたいと思いますが、1位は横浜 F マリノス、勝ち点が37。2位が、鹿島アントラーズ、勝ち点が33。3位が川崎フロンターレ、勝ち点は同じで33。以下、柏レイソル、サンフレッチェ広島、セレッソ大阪、FC 東京、サガントス、京都サンガ FC、名古屋グランパス、北海道コンサドーレ札幌、アビスパ福岡、浦和レッズ、ジュビロ磐田、ガンバ大阪、清水エスパルス、湘南ベルマーレ、ヴィッセル神戸というふうな順番になっています。ヴィッセルは、まだ2勝しかできてないところですね。ちょっと厳しい状況になっているのかなとは思いますが、まあここは監督が変わって戦術がやり方がね、ガラッと変わってるはずなので、もう少し時間かかるのかな。それとあと怪我人が多かったりとかってねあるって、今は大変な時期じゃないのかな。うん。だったかな。確かそんな感じだったと思うな。まあでもイニエスタとかがねいらっしゃるので。まあ、上がってくることは間違いないとは思うんですけども、まあ、間違っちゃうとね、このままの可能性もあるので、どうなるのかなってところですね。で、今日の、対戦カード、アビスパ福岡対、サンフレッチェ広島なんですけども、アビスパ福岡は、12位、今のところ。そしてサンフレッチェ広島は5位ですね。ここ、直近の5試合を見たところ、アビスパ福岡は負け、勝ち、負け、引き分け、負けと、ちょっとね、黒星が先行、勝ち点が4っていうところですね。で、対するサンフレッチェ広島は、勝ち、引き分け、勝ち、勝ち、勝ちと、全部ね、勝ち点を取ってる。だから13か。この5試合で勝ち点13をね、取ってるんですね。そんな、両チームなんですけども、
ちょっと待ってね。福岡の方は、失点が一番少ないんですね。J1 リーグの中で一番少ない13失点。ただ得点が12なので、1試合平均1点以下ってなっちゃってるんですね。得点がうまく取れてないというところはちょっと困ってるところかなと思います。対するサンフレッチェ広島は、失点は14で、先ほどの福岡よりも1点、ね、失点が多い。ただし、得点は21ということで、1試合平均1点以上取ってますね。果たしてこれがどういうね、違いになってくるかっていうところなんですけども。さて、今日の、スタメンなんですけども、もうね、発表されています。ごめんなさい。まず、福岡の方から、ゴールキーパーから、見ていきます。ゴールキーパー、村上。ディフェンダーが1、2、3、4枚ですね。奈良、ドーグラス・グローリー、宮、七。そして、ミッドフィールダーが1、2、3、4枚。前島、中村、前、山岸。そして、フォワードが2枚。渡りと、フアンマ・デルガドです。広島の方、ゴールキーパー、大迫。ディフェンダー、1、2、3、4枚。違うか、3枚ですね。失礼しました。塩谷、荒木、佐々木。ミッドフィールダー、1、2、3、4、5、6枚ですね。藤井、松本、野津田、東、森島、三津田。そして、フォワード、ナッシム・ベン・カリファですね。そしてベンチメンバーです。福岡の方、ゴールキーパーが、長石、ディフェンダーが2人、湯沢・柳、ミッドフィールダー、ジョルディ・クルークス、田辺・北島、そしてフォワード1人、ルキアン。対する広島の、ベンチメンバー。ゴールキーパー、川波。ディフェンダー、野上。住吉。ミッドフィルダー、柏、柴崎。フォワード、ジュニオール・サントス。もう一人、ドーグラス・ビエイラ。という形になっています。フォーメーションの方なんですけども、どちらも3-4-2-1という形を取るようなことを予想されていますね。でも、福岡4枚だったよね、ディフェンダー。どうなってるんだ誰が、中村が、違うな。誰が前に行ってるんだ父。なるほどね。福岡の方は、ディフェンダーが4枚というふうな登録になってるんですけども、予想フォーメーションだと、七が左のウイングっていうのかな、そこら辺にいますね。3-4-2-1の4枚目のところの、4人いるところの、左サイドですね。という形になっています。広島の方は、3-4-2-1で、ミッドフィールダー6枚で、ディフェンダーが3枚なので、そのまんまの、いいかな、ですね。さて。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。暑いのもそうなんですけど、鼻水がちょっとまた止まらなくなっちゃってね。なおね、本日の映像も、本日の配信もですね、ダゾーンの映像をもとに、行っていきます。で、ダゾーンの方はの映像及び音声の方は、配信の方で流すことはできないので、大変申し訳ないですけど、各自ご用意くださいっていう形になっちゃいますね。これだけはご了承ください。で、今日の、テレビ放送はどうだったかな？試合情報じゃないか。見どころ、なんだっけ。
テレビ。ちょっと待ってくださいね。テレビは今日は、あ、今日はダゾーンだけですね。この試合はダゾーンだけ。で、今日土曜日25日は、3試合予定されています。ついさっきまで行われておりました、横浜 F マリノス対柏レイソル。こちらはもう試合が終わりました。4対0という形で、横浜 F マリノスが勝利しています。そして、18時半、日本時間の18時半からの、予定で、福岡対広島。で、そこから30分遅れて、川崎対岩田というカードが組まれています。明日は、14時からが、札幌ドームで、札幌対、ガンバ大阪。18時から、名古屋対鹿島。同じ18時で、セレッソ大阪対清水。同じ18時で、神戸対浦和。そこから30分遅れて、京都対湘南。そしてそこから30分遅れて19時開始が、鳥栖対、FC 東京。というふうな、全部で9試合。第18節の組み合わせになっています。今日はどうでしょうね。福岡が、まあ、失点は少ないんだけども、得点もなかなか、しづらいというような、ね、状況になっているので、果たしてそこがね、どうなってくるのかっていうところなんじゃないのかなと思いますけども。対してね、広島の方は絶好調っていう感じですね。ここを5試合でね、負けてないっていうか、勝ち点がね、13だっけね。4勝1分けという形なので、絶好調ですよね。果たしてね、それがどうなってくるかっていうところ。なんですけども。予想というかもう、なんていうかな。ごめんなさいね。まあ今のね、順位とか好調さとかを考えるとすれば、もう広島の勝ちになるんじゃないのかなというね。形にはなっちゃうのかもしれませんけども。まあ、試合がね、始まってみない、試合が終わってみないことにはね、なんとも言えないので、難しいかな、とは思いますけどね。ちょっと遅いかな。大丈夫かな。よし。まあ先ほどもね言いましたけども、今日はね、まあとにかく暑いということでね、暑さ対策、熱中症対策ですね、そちらを万全にして、いろんなことをしてください。もちろん動画を見る、配信を見る、そういう場合でもね、対策をしてください。ね、各有シムスクラムも起きてからずっとね、エアコン様をね、ガンガンとか来てるんですけども、今何度だっけ ?26 度設定なんですけどもね、26度設定でもなんかね、ちょっと暑い気がするんですよ。パソコンがね、この配信機材とかを置いてある場所が、まあちょっとね、部屋の端っこというか、エアコンがね、届きづらい、場所、エアコンの外気か、エアコンの空気がね、届きにくい、とこに配置してるのもあるんですけども、まあそれにしたってちょっと暑いよねって感じなんですよね。今のね、外気温が、この Windows のね、表記だと35度。あ、でもさっきより2度減ったのか。さっきまでね、37度で表示してたんですよ。
っくりしちゃうよね。で、今日はどこだったっけ、群馬県の、伊勢崎市というところで、40.1 度を記録したよっていうのがさっき出てましたね。それなのでね、もう外出という、外出もね、厳しいような、温度になっていますけども、ね。まあ、これからは、そうだな、夜になってね、太陽も落ちてきて、ね、気温も少しずつ下がってくるとは思うんですけども、ね、外出する際には、暑さ対策をね、しっかりとしていただいてから、出ていただきたいなと思います。さあ、現地のね、映像が届いてきてるんですけども、福岡は雨なのかな？今日はね、福岡のホームなので、ベスト電気スタジアム、福岡県、ね、福岡市のベスト電気スタジアムでの試合になります。曇っているんだ。さあ、それではちょっとね、ヘッドホンの方変えていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、ヘッドホンの方を変えました。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、失礼しました。今、現地の方から、風が強いというようなね、コンディションらしいですね。さ、今、映像の方では、それぞれのね、スタメンとフォーメーションの方を、出しておりますが、まあ当然ね、当然というかごめんなさい。これはね、お見せすることはできないので、このね、シムスクラムの後ろにある、ボードの方から、まあ、見ていただくしか、あとはね、J リーグの公式ホームページとかね、見ていただけるとありがたいかなと。あ、そうだ、J リーグの公式ホームページちょっと出しておきますね。今日もね、ちょっと鼻がね、いまいちなので、なんていうのかな、
途中でね、鼻水をね、ずーずーとね、吸ってたり、うまくね、言葉が、話せなかったりするかもしれませんけど、そこはご了承ください。待ってね。試合開始は18時半、6時半ということなので、あと10分ぐらいかな。もう少しお待ちください。今ちょうどね、福岡の長谷部監督のインタビュー、まあ事前に撮ったやつですね。こちらを流しているところなんですけども。一応ね、シムスクラムの予想としましては大変申し訳ないんですけども、1対3というね、スコア。まあ、広島の勝ちということで予想させていただきました。どうなるかはわかんないけどね。福岡としてはね、先制点というか点数、得点がね、取れれば、なんとかなりそうなんですけども、広島がね、こう、まあ、こう言ってはなんですけど、地味に強いというかね、安定して強いんですよね、毎シーズン毎シーズン。なので、なかなかこう、打倒することは、厳しいのかなとはちょっとね、思っちゃうところで、ね。福岡は。ただ、J2 ができて、初めてなんですよね。J1、J2、J3 というふうな形になって、要するに昇格と降格が、伴うようになって初めて、2シーズン連続で J1 に、いるっていうのが福岡初めてなので、まあ今年もね、まあ残留、もしくは10位以上っていうのが目標かと思うんですけどもね。果たして、どうなるのかというところだと思います。広島は当然ね、勝って今5位なので、で、先ほどもの試合でね、4位の柏が、0対4で負けたので、4対0か、4対0で、横浜にね、負けたので、ここは追撃のチャンスですよね。これで勝つと入れ替わるのかな、順位が。ちょっと待ってくださいね。これで広島が勝つと、勝ち点差では並ぶんですね。勝ち点差では並ぶけども、勝利数が、柏の方が1つ多いので、柏が4位にのままですね。4位で、広島が多いという形になります。ただ、勝ち点は並びますということですね。それにしてもね、本当に暑いからね、何度も言うようですけども、暑さ対策、熱中症ですね、熱中症には、気をつけてください。少しでもね、異変を感じたら、まっすぐこう体を冷やすとか、まあ少なくともね、お部屋にいる際にはエアコンがある方はエアコンをつけてください。で、扇風機とかでもなんとかなるかな。厳しいかもしれないけどね。窓を、そうですね。窓を開けて、こう風通しを良くして、扇風機をつけて、なんとか、っていう、ちかな。まあ、あまりね、無理をしないで、涼めるところにね、避難できるのであれば、そういうところにね、避難していただいてということをね、やっていただきたいなと思います。でもね、こんな暑い中でね、試合をする、選手たちとかって大変ですよね。まあ、応援してるね、サポーターの皆様もね、大変だと思うんですけども、こうやってね、映像でね、中継で見られるだけで本当にありがたいなとは思うんですけども、あと、そうですね。先ほどの横浜対、
柏の試合でもあったんですけども、前半と後半の途中ですね、まあ半分を過ぎたぐらいのところかな。で、給水タイムがね、設けられていました。まあ、それがね、多分この試合でもあると思うので、まあ途中でね、多分20何分ぐらいのところでね、前後半、20何分ぐらいのところでと、試合が止まって、試合が切れたところでね、給水タイムってことになるので、1分ぐらいかな ?1 分ぐらい、2分ぐらいかな、時間が止まりますので、そこはね、ご了承ください。いや、本当に。エアコンかけてても本当に暑いからね。水飲むだけじゃちょっとあれ足りないのかもしれないな。うん。まあね、食欲がなくても、こう、なんていうのかな。うん。まあちょっと変な話なんですけども、軽いものでもね、お腹に詰めていただいて、入れていただいてってやる形ですね。朝でね、よく夏バテ、ね。っていうふうに言われるかもしれませんけども、それもね、気をつけていただいてという形です。これからね、まあ、6月ももう終わりになってきますけども、7月、8月とね、夏本番になりますから、ね。もうそろそろね、しっかりと、対策を。もう本当はね、本当っていうか、もうこれだけ暑いからね、もう対策し終わって、それをね、活用している段階になってないとちょっとまずいかもしれないですけどね。まあ今からでも遅くはないですからね。ああ、でも、現地はね、曇ってるから、まだ、いいのかもしれませんね。で、今、18時27分だから、太陽もね、だいぶ傾いてきてると思うので、直射日光はね、当たってないので大丈夫かと思うんですけども、こんな中でね、試合をやる。暑いよね。で、今日の、ユニフォームカラーなんですけども、福岡は、ファーストユニフォーム、フォームの方ですね。濃い、青、ポンというのかな、黒に近い色と、水色なのかな、水色じゃないよね。なんていうのかな、緑がかった青の、この2色っていうのかな。これの、トップジャージですね。そして、広島白を基調とした、カラー。トップジャージになっています。アウェイ用ですね。さあ、まもなく選手入場になりますね。今、音が鳴りましたので。選手の入場です。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。どうしてもね、鼻が。さあ、まもなく、キックオフになるのかな。今、選手はね、入場して整列していますが、これから、福岡のゴールキーパー、村上選手がなんか、J リーグ通算で、100試合出場ということで、今はね、記念のね、
セレモニーを行っています。100試合だから相当すごいですよね。ゴールキーパーだからね、競争はね、大変だと思うんですけどもね、正ゴールキーパーを勝ち取って100試合だからそれはすごいですよね。これから頑張っていただきたいとは思いますね。さあ、セレモニーが終わったので、これから記念撮影が始まって、キックオフになるのかなという感じですね。今18時31分か、もう少し時間かかりますね。さあ、改めてフォーメーションの方がね出ています。やっぱりアビスパ福岡 3-4-2-1 という形をとっていますね。スタメンの、ディフェンス枚数は4枚だったんですけども、3-4-2-1という形をとってくるようです。そしてワントップにはファンマデルガとね、セントリアというか、まあ、福岡で一番点を取ってるんじゃないかなとは思うんですけども。そうですね。直前の選手の変更はなさそうですね。さあ、今、コイントスが行われまして、どっちになるかな？福岡の試合を、ここで取り上げるのは初めてかなと思うんですけども、よろしくお願いします。サンフレッチェ広島の、フォーメーションも 3-4-2-1 というね、こういう形になっています。選手の直前の変更はなさそうですね。水滴がついているということは、もしかして少し雨が降ったのかもしれませんね。どうか今こう見ぬ限りでは画面に雨が降ってる様子はないんですけども、ベンチのね、こう屋根っていうんですかね、そこにこう水滴があったので、もしかしたら少し前まで雨が降ってたかもしれません。さあ、どっちのキックオフだ？広島のキックオフですかね。さあ、始まりました。さあ、まずは大きくね、広島が前に蹴り出しましたけども、これはもう、でね、ゴールキーパーまで来ました。どっかはどうすんだろう。両サイド、いつもだったら4バックだと思うんですよね。ね、今日もディフェンダー4枚っていう表記だったからだと思うんですけど、でもそれでも、3バックで、出てきたってことは、まあ広島のやり方にこう合わせてきたというか、まあ負けるつもりね、まあ当然ね、どこのチームもね、負けるつもりはないとは思うんですけども、なんか強い意志は感じますよね。それとももう最初から失点をしたくないっていう強い表れなのかな。まだ、ボールの方はね、どっちとも言えないですね。はい、よいこさん、こんにちは。いらっしゃいませ。そうですね。今日、広島がね、4点以上取らないとっていうかね、得失点差をね、こう、覆さないと。ね。直前でね、柏が0対4でね、負けたので、今日、この試合をね、広島が勝てば、勝ち点では並ぶんですけどもね。ただ、
得失点差が先に来るんでしたっけ。勝利数が、先に来るんだったら、まだ、4位の、柏が4位のままなんですよね。この試合勝っても。得失点差が先に来るんだったら、広島は、得失点も考えないといけませんけどね。さあ、ここは福岡がまずファーストシュートを打ちましたけれども、大きく、ゴールの上行っちゃいましたね。さあ、福岡は連続でチャンスをつかみかけていますけども、これは止められちゃいましたね。止められたというか、まずは攻めてきましたね。攻めてきたというか、ボールを、持っていますね。ね、失点数が少ない両チーム、ね、失点ナンバーワンの福岡、そして失点ナンバーツーの、失点の少なさか、ね、ナンバーワンの、福岡、ナンバーツーの広島の対決なので、どっちがゴールを割るかでしょうね。でも、福岡はね、得点の数がちょっと少ないので、ちょっとそこはね、心配なところ。ね、今のところ17試合やって、12得点なので、1試合平均0、ね、1点以下なんですよね。まあ、こうまとめて取るときもあるんですけども、なかなか点が奪えないっていうところがあるのかなと思います。広島はね、こう21点だったかな、17試合で。なので、1点以上ね、点を取っています。さあ、そして、福岡のゴール前、ですね、そこでファウルを犯しましたので、広島のフリーキックとなります。ドグラス・グローリーのファウルですね。これはさあ、広島は最初のチャンスですね。ペナルティエリアから10メートルぐらい外かな。で、ペナルティエリアのラインから右の隅っていう感じ。なんか説明が難しいんですけどね。そこからのフリーキックになります。これは直接は難しいと思うので、合わせてくるとは思いますが、最初のセットプレイですね。さあ、入れてきました。これは、あったんだけども、ゴールの上ですね。コーナーキックになるのか？どっちだろう。リプレイが出ますね。あ、ディフェンダーが触ったんですね。ディフェンダーが触った、ゴールの上ということで、コーナーキックになります。右からのコーナーキック。さあ、そしてね、コンディションとしては風が強いということなので、このね、ボールがね、どうなるかってところなんですけども。さあ、コーナーキックが始まりました。これは、クリアしましたが、こぼれ球は広島が取っています。どうやら今、風はそこまで強くないようですね。さあ、広島一旦ゴールキーパーまで戻します。さあ、どうする？大きく蹴る。これは？さあ、真ん中のところで、競り合いですね。福岡のファールですね。センターサークル付近で、再開。さあ、右サイド。中央に。一旦戻す。もう一回右サイド。戻す。もう一回右サイド。もう一回戻しましたね。今度は中央に戻します。今度左に展開。どうする？
さあ、かわそうとしてますが、これはちょっと引っかかっちゃったかな。ただ、こぼれ球また、広島ですね。さあ、前に出そうとしたボールは、福岡がカット。ただ、これのこぼれ球はどっちが取る？広島ですね。さあ、ちょっと広島の、ボールキープの時間が長くなってきたかな。まだ7分しか経ってないですけどね。さあ、大きく右サイド出しました。これは抜ける？抜けない。ゴールキーパーまで行っちゃいましたね。今日の、スタメンの方を改めて、ね、福岡の方はゴールキーパー村上ですね。そして、ごめんなさい、ディフェンダーが4枚。奈良、ドグラス、グドーリー、宮、七、ミッドフィルダーも4枚。前島、中村、前、山岸。フォワードが2枚。渡りとフアンマ、デルガド。そして広島、ゴールキーパーが大迫。ディフェンダーが3枚。塩谷、荒木、佐々木。ミッドフィルダー6枚。ごめんなさい。藤井、松本、野津田、東、森島、三津田。フォワードがナシム・ベン・カリファという風になっています。さあ、福岡が前に来てますね。さあ、真ん中にボールが取った。さあ、シュートしましたけど、これは大きく右外れましたね。今のところシュート2本なのかな、福岡が。前まで来たらとりあえずシュート。まあ、言葉は悪いですけどもね。そんな感じがちょっとしてますね。カウンターの合いなのかな？まあでもさっきは前からね、結構プレッシャーかけてたんだけども。さあ、また広島がボールを回しています。こぼれ球。どっちが取る？さあ、これは一旦タッチ出ますね。おっと。広島も硬いですね。さあ、こぼれ球また広島に出ました。左サイドで展開してます。さあ、クロス。さあ、シュートだけどこれは右に外れていきましたね。力ないボールだったんですけど、うまく当たらなかったんですけども、右に外れてしまいました。ゴールキーパーちょっとね、びっくりしたような、感じがしてましたけどね。びっくりというか、まあ、見てたって感じかな。うん。これでシュートは2対1かな。さあ、ゴールキックからの再開。ただこれだもやっぱり広島がちょっと取ってますね。さあ、大きく左に出しました。ディフェンスとゴールキーパーの間。ただこれはゴールキーパーが対処しましたね。こぼれ球は、また、あ、まだわかんない。どっちに出るかわかんない。今真ん中ですね。さあ、なんとか福岡が、ボールを繋いでいます。今最終ラインのところかな。さあ、ただ広島のプレッシャーは早い。強いぞ。さあ、そのこぼれ球を広島が取った。カウンターみたいな形。ただ、ディフェンスが戻ってきましたね。どうする？こぼれ球さらに左に出しましたね。さあ、クロス。これはディフェンダーがクリア。そのこぼれ球はどっちが、あ、広島に出てた。さあ、もう一回。
真ん中に返す。これはダメ。さあ、福岡が大きく出します。これはファールかな。広島のファールですね。ただ今のボールが、福岡のファンマデルガドにつながってればチャンスかな。でも一人しかいなかったからね、ファンマだけ。どうなってたかはわからない。でもそこら辺は抜け目ないというか、まあさすがにこうね、前でね、プレッシャーを受けてもこう強いファンマデルガドですからね。今ね、ベンチ、スタンドの方をね、映してたんですけども、冨安がね、試合を見てるというところがね、出てました。そうですね、冨安はこのアビスパ福岡の出身ですからね。なんだろう。さあ、福岡のフリーキックなんですけども、真ん中に戻し、あれですね、出しましたね。さあ、そこから、ふわっと、少しね、変化をつけてきましたね。さあ、こぼれ球、福岡が前の方で、キープ。左サイド、そこからクロス。さあ、どうだ。さあ、シュート。これはディフェンサーに当たったら、もう一回いける？まだいける？まだいける？いや、これは、クリアしましたね、広島。さあ、ハンドじゃないかっていう、ね、そこをやってますが、どうでしょう。アピールしてますが、選手とかね、監督は。どこで、これが出たの？あ、これかな？あ、でもこれは肩じゃないのか？どうすんだろう。VAR はしないですね。さあ、これはコーナーキック？右側のコーナーキックになりますね、福岡の。福岡は、初めてのコーナーキック。ここでどうなるかな ?1、2、3、4、5、5人、6人、7人。7人が、ペナルティーエリアの中にね、福岡入ってきましたね。蹴るのは40番。40番だと中村ですね。右から、右利きで、右足で蹴るみたいですね。ペナルティースポットの辺りに3人4人とちょっと固まってますね、福岡。さあ、蹴りました。さあ、頭合わせた。けども、残念ながらゴールの左。狙いは良かったけども、もう少しってとこでしたね。さあ、もう、試合が再開してますね。時間は15分経過しています。早い。さあ、ゴールキーパーから大きいボール、福岡。これは、どっちが？福岡のファウルが取れましたね。さあ、もう再開しています。右サイドから。どうする？広島が。一旦戻して、サイドチェンジを図るのかな？そうですね。左サイドに出しましたね。さあ、1枚、抜かして、ただ、真ん中に入れたんですけども、スルーしたところには誰も入ってこなかった。あらですね。
あ、大きく。おっと？これは？ファールじゃないかな？ただ、ちょっと倒れてますね、広島の選手が。乳首を押さえています。どうなんだろうな。左足の足首をちょっと押さえてますね。大丈夫かな？大丈夫のようですね。あー、なるほど。競り合いに入る前にちょっと足を踏まれた感じなんですね。まあ、しょうがないのかな。競り合いのところだからね。でも大丈夫そうですね。さあ、広島、左サイドにボールが繋がっています。逆サイドに出しますね、右サイド。ただこれは、カットされましたが、ただそのカットしたボールをもう一回取った広島。そして右サイド、ドリブルで上がる。一旦戻す。こっから、真ん中に入れます。そして、そこにいるのは、福岡の選手。でもなんか面白い、ただね、あのやり方でしたね。さあ、左からのスローイン、広島ですね。さあ、前に、そして左サイド、落とします。ファールはなし。ただ、いや、またファンマーのところでファールがありましたね。先ほどからファンマーと、佐々木のところでね、あるんですけども、ファンマの方にばっかりこうファールを捉えてるばっかりなので、ちょっと怒ってるというかね、不満じゃないか、不満になってるような感じがしましたね、今。さあ、左サイドから展開して、もう一回左。あ、ごめんなさい、右だ。右ですね。右サイドからですね。さあ、一旦戻して、こっから。もう一回。もう一回戻す。少しずつ戻っていくんだけども。さあ、真ん中を選択しました。ただ、ここは繋がらない。福岡が取って、ドリブル開始。ただ、どこまで行く？ただ、捉えちゃいましたね。まあ、ただ、その分、前に出てくる選手はそこまでいなかったので、大丈夫だったかなっていう感じですね。さあ、また右サイド。さあ、どうする？一旦戻しましたね。さあ、真ん中。ただこれは、福岡のディフェンスに当たりました。あ、さあ、福岡一旦戻す。福岡右サイドに出しましたが、これは真ん中に入れましたね。そして、前の方、右、左サイド。ただこれは取られたけど、もう一回取り返す。さあ、左サイドから、最終ラインまで戻ってますね。さあ、右サイド。これはファールじゃないか。広島のファールになりますね。さあ、いや、まだかな。さあ、福岡のフリーキックですね。さあ、大丈夫ですね。さあ、左サイドに出していきました。ただこれは、広島がヘディング。こぼれ球は、
さあ、福岡に収まりましたね。一旦後ろに戻して、前に大きく蹴りました。これは、ゴールキーパーとディフェンダーの間にうまく落としたんだけども、ゴールキーパーが取りましたね。ただ、危なかったというか、ね、福岡としてはもう一歩だったってところですね。ゴールキーパーが勇気を持って出てきたってとこかな。広島がクリアしようとしたところだったね。ディフェンダーがクリアしたボールが後ろに行っちゃって、で、そこでうまい具合にね、フアンマが入ってきたんですけども、ちょうどね、ゴールキーパーが出てきたところと、バッチリやっちゃったってところですね。今のが判断遅れてたら、ファンマがこうボールを重なって1点ものという場面でしたね。やっぱり目ざといですね。さあ、今のはキーパーチャージというところを取られてましたね。さあ、ボールはどっちだ？福岡ですね。少しずつ福岡がボールを持つようになって、そして大きなボールを出しましたね。フアンマに繋がった。さあ、どうだ？これはコーナーキックかな？ゴールキック？オフサイド。オフサイドでしたね。失礼しました。わずかでしたね。福岡はこう中盤で潰してなんとかこう前に出すのか、それとも今みたいな両方なのかな、両方というかどちらかをこう選択してる感じ。ただああいうような大きね、最終ラインの方から大きなボールってのは今初めて出たような気がしますね。さあ、こぼれ今、再開してますね。広島ですね、右サイド。さあ、福岡は一旦クリアしたんですけど、氷玉はまだ、広島真ん中で、さあ前に入れて落とそうとしたんですけども、うまくはまらなかった。オフサイドですね。これもこれはオフサイドですね。完全にヘディングをした時点で、ですね。この試合は給水タイムがないんですかね。さあ、福岡のファールになりましたね。どうだ。さあ、時間は25分経過しています。右サイド。ただ、これはタッチ終わっちゃいましたね。福岡に、阻まれて。さあ、スローイン。効果がボールを取っています。さあ、うまくつながるかな。ファンマに当たって一旦落とす。で、もう一回ファンマに入れる。今度左サイドに出しましたね。さあ、後ろに戻して、ちょっとそこで突っかかっちゃった。これはどうだ。ファールはない。ちょっと危なかったですね。福岡あそこで完全に取られてたらカウンターっていうところでしたね。さあ、今の競り合い、広島が取りましたね。最終ラインに戻しています。今度左サイド。さあ、インターセプトしましたね。福岡が3枚4枚いるな。
さあ、右サイドに出したけど、これは、ディフェンダーに阻まれましたね。ただ、今のは面白いっていうか、狙い通りっていうのかな。ボールを取った瞬間にね、前に3人か、右、正面、そして左か。まあ、位置からすると、ほぼゴールに向かっていくのが1人いたから、それの3枚がいたんですけどね。で、右を選択したところで、今、ね、ボールを捉えて、まあ、カットされたというところでしたね。さあ、もうまだ福岡ボールです。さあ、広島、プレッシャーが強い。さあ、前で取った。3対2。右に出す。これフリー、シュート。ゴール。いやでも今のはシュートもうまかったですね。広島が先制点です。さあ、逆に、福岡が。ただこれは、ディフェンダーに阻まれちゃいましたね。さあ、広島が先制しました。福岡としてはちょっと厳しくなってきたかな。ただ、フォームで、圧倒的に強いというふうな、ところがある、福岡なんで、果たしてどうなるか。さあ、左サイドで頑張って、ボールをキープしています。さあ、中央に入れた。これはどうだ？さあ、シュート、最後。こぼれ球シュートしたんだけども、ゴールの右。残念。クロスのこぼれ球を押し、あ、ポストだ。あー、惜しいな。もうちょっとでしたね。左からの、クロスを、広島がまずヘディングで、後ろに戻、流したんですけども、ね、右サイドで、合わせたんですが、福岡がね、福岡が合わせたんですが、ポストですね。前島が、シュート、最後でしたね。さあ、これで、チャンスを決めた広島。最後のチャンス、ね、一回のチャンスを、もうちょっとだった福岡ってとこですね。さあ、なんだ？審判が、なんかやってますよ。なんかあるのかな？なんか、チェックしてますね。VAR。更新してますよ。なんだろう。何かを確認してますが、なんだろう、何かあったかな、今のところで何かあったかな、ファール少し、ん、なんだ、ん、誰かを呼び出してますよ。今、なんか、ジェスチャーだと、肘を使ったような、ジェスチャーが審判使ってますね。ただ、どうでしょう。特に、お咎めないのか、大丈夫なんですかね。あ、大丈夫みたいですね。うん。
どっかでなんかそういうようなもの、実写があったらしいんですけども、大丈夫だっていうところですね。ただ気をつけてくださいね、みたいなことは言われたと思いますね。対象だったのはナシム・ベン・カリファだったかな、それとも福岡の台だったかな。さあ、これはタッチを割ってましたね。さあ、右サイド、広島のスローイング。さあ、福岡がまた前に出してきましたね。ただ、このボールをカットして、広島が左サイド使ってます。さあ、クロスだけど、これはカットして、クリアしましたね。さあ、スローイング、もう始まってますね。左サイド。さあ、クロスを入れる。これも跳ね返す。フォア前に当てて、落として、その、こぼれ球を広島が取っちゃう、取った。さあ、前にこぼれ、前にふわっと出した。ゴールキーパーに。さあ、どうだ。最後、なんとか、福岡がね、カバーしましたけども。ちょっと今のは危なかったですね。福岡にすると。さあ、左サイド。さあ、最終ラインに戻してます。さあ、もう一回左かな。もう一回左ですね。一旦戻す。で、真ん中。で、どっち？左。で、戻しますね。どうする？右の方に出していきますね。おっと？どっち？ファールはなし。ファールはなしで、福岡のスローイングですね。さあ、まもなく35分になります。前半はあと10分という、10分弱ということになるんですけども、スコアは0対1。ただ途中で VAR のチェック、というか更新があったので、アディショナルタイムは少しあるかなって感じですね。さあ、これはまたオフサイドですかね。ただ福岡とするとどうしてもフォア前に当ててからっていうのがあるのかな。ポストプレー、さあ、広島大きく前に前出しましたけど、これは、グローリが、蹴り出します。さあ、左サイド。もう一回広島。どうだ？さあ、なんとか。おっと、どっち？福岡の、フルスローイングですね、今度は。ファールか。福岡の、フリーキックになりますね。さあ、改めてね、言いますけども、とにかく暑いです。ね。部屋の中にいても、家の中にいてもね、こう、暑さ対策を忘れないでください。エアコンがある場合はもうエアコンをね、がっつりとつけていただいて、ね、万全の対策を持って、試合観戦なり、この配信を聞いていただくなり、他のね、動画とかね、配信を見ていただくなり、ね、していただければなと思います。さあ、福岡が、ボールキープしています。今度は左サイド行きましたね、ボール。ただどうだ。さあ、真ん中に入れてきた。さあ、合わせた。ゴール。
さあ、同点追いつきましたね。あらのクロスを当たりが頭で忘れた。行く。いいの。さあ、前半で追いつきましたね。前半で追いついた。これはどっちに転ぶか分からなくなっちゃいましたね。さあ、試合は始まっています。さあ、広島は前に大きく出しましたよ。ただ、こぼれ球。おっと、なんとか。さあ、右サイド、広島です。さあ、ちょこんとね、前に出しとったか、横に出しましたね。ただこれは、クリアされて、コーナーキックになりますね。右側のコーナーキック、広島。さあ、同点で迎えて、今38分です。そして、広島のコーナーキックとなります。さあ、グラウンドのボールが来ましたね。で、後ろの方で合わせたんですけども、ディフェンダーに当たっちゃって、その後、こぼれ球は最終的にゴールキーパーでしたね。ただ、変わったことをやりましたね。ショートコーナーみたいな感じで。ラインプレーっていうんですかね。単純に真ん中には入れてきませんでした。さあ、ボールはどっちに出る？広島が収めそうですね。真ん中で。おっと。これはファールですね。ポストになったところをファールされましたね。さあ、広島、右サイド、もっとボール出てます。おっ、大丈夫かな？さあ、まだ広島ボールですね。左サイド。さあ、そこから真ん中に入れる。一旦戻す。右サイドに展開しそうです。どうする？真ん中に入れてきた。一旦落とす。シュート！これは、台に当たった？広島の選手に当たったみたいですね。もう一回広島のボールですね。さあ、左サイド。真ん中に戻します。少し前。さあ、真ん中に入れてきた。細かく繋ぐ。さあ、これは、カットした。さあ、ファーマに入った。さあ、そして前に走ってる選手が一人、ただ横に出す。ファーマが、に入る。この後はちょっと、厳しいですね。ちょっと選手が足りなかったってところですね、今。でも、ファンマに入ると、なんとか。っていうか、もう第一選択はファンマなんですね、福岡は。ただ、どっかで、その、ファンマをおとりにして、こう、他の選手に出すというかね。そういうこともやってくるんじゃないかなとは思うんですけども、これがいつになってくるか。さあ、福岡ボールに変わってますね。さあ、右サイドに出してきました。まだつながっていますよ。さあ、大きく前出す。ただここに選手はいない。時間は40分を経過しています。42分になるところ。さあ、広島ボールに変わりました。
さあ、最終ラインで回しています。ゴールキーパー。さあ。こぼれ球はまだ広島。中央ですね。右サイドに出しました。さらに前、右サイドの前に出しましたね。その前に選手はいない。さあ、ドリブルでじりじりと前に出ていきますが、どうする？クロスを入れるけども、これはディフェンダーに当たりましたね。広島のスウィングとなります。右サイド。さあ、一旦最終ラインまで戻しますね。そして真ん中に、いや、一旦戻す。で、右、いや、ちょっと待って、選手が倒れてますね、福岡の選手。なんだ？さあ、なんかちょっとまた VAR と更新をしてる感じがしますね。なんだろう、なんかありましたかね、チェックをしてますね。審判がチェックをしています。少々お待ちください。で、今5番の宮選手はね、倒れてました。さあ、全体のところが出てきましたね。ああ、もしかしたらこれだ。左手ですね。左手を上げたような、仕草がありました。イエローカードが出る。ちょっと待ってくださいね。審判がイエローカードを準備しています。広島。ベンカリファにイエローカードが出ましたね、今。VAR ということで。さっき VAR とね、少し前に止まってた時あったと思うんですけども、あの時もね、肘がどうのこうのっていうジェスチャーがあったので、多分これ、プラスアルファ2回目ってことでしょうね。2回目でイエローカードっていう形になったかな。さあ、YouTube はちょっとクルクルしてるな。さあ、まだちょっと待って、VAR がまだやってるよ。YouTube が大丈夫かな、これ。大丈夫ですかね。ごめんなさい。さあ、ちょっと今試合が止まっています。大丈夫そうですかね。失礼しました。試合が、まだ？まだチェックする？いや。ごめんなさいね。さあ、ここで改めて再開ですね。福岡ボール。さあ、右サイド。クロス。これはディフェンダーにクリアされますが、こぼれ球どっちが取る？さあ、広島が取った。右サイドにボールが出る。これはちょっと短いか？さあ、ディフェンスが入りましたね。あ、福岡ボールになります。ごめんなさい。
さあ、やっぱりファーマに入ったんですけども、このボールがね、取られちゃいましたね。広島ボール。さあ、右サイド展開しています。一旦戻して、左サイド。さあ、どうする？戻して、もう一回左。さあ、戻してきましたね。最終ライン、ゴールキーパーまで持ってます。アディショナルタイムは3分なんですけども、46分ぐらいまで、VAR チェックが入ってたので、多分、49分とか50分近くまでは試合があるんじゃない、前半があるんじゃないかなとは思います。先ほどね、こちらの、配信の方もちょっとクルクルしてたんですけども、ちょっと今日 YouTube が重いのかな。あ、ここで終わりましたね。どうやら VAR チェックの時間は、踏まえてなかったようです。ごめんなさい。48分で終わりましたね。前半終了。おっと、見に合わせて。さあ、とりあえず前半がね、終了となりました。どうなんだろうな。まあ、どっちとも言えないというか、ボールを、どっちが多く持てたっていうのもあんまり変わんないと思わないし、変わんないと思うしね。で、最初のチャンスをね、決めたのは確かに広島。で、あれはなんていうかな、シュートのね、精度というか、そこら辺もあったから、あってのね、ゴールだったから、あれはすごかったですけどもね、その後、比較的早い段階でね、福岡が、こう、左サイドからのクロスをね、頭で合わせて、同点に追いついた。というところでね、1対1。チャンスの数もそこまで大きく変わらないかな。だから、この後ですね、後半どうなってくるのかな。このまま行くのか、選手を変えて少し打開を図っていくのか、それぞれのチームがね、どうなってくるか、そこら辺をね、見どころにしていきたいと思います。まあもちろんね、それによって変えて、ね、相手が変わってきたらね、自分たちも変えなきゃいけないと思うので、それぞれのやり方ですよね。どうやってね、対応してくるのかっていうところが。後半のね、見どころかなと思います。1対1。ただデータとしては、福岡の方がフォームで圧倒的に強い、ということをね言われていたので、フォームでどのくらいなんだろう、ちょっとね、そこら辺にちょっとよくわかんないんですけども、で、なんか外雨降ってんのかな。さあ、じゃあ前半のね、今、前半頑張ってハーフタイムなので、ちょっと休憩を入れたいと思います。します。再開は、そうですね、ここの時間で19時30分。ちょっとね、休憩させてください。19時30分にここに戻ってきます。
すいません、再開いたしまーす。休憩に、修理に、再開しますとね。さあ、今ね、映像の方では、ダゾーンの方では、前半のね、ハイライトのところ、映しています。そしてちょうどね、今、広島の選手宣伝のところを映しているんですけども、うん。やっぱり最後のシュートというかね、中盤で、ね、福岡の選手からカットをして、前線3対2になったんですよね。3対2になって右に出して、そこから、対角線のところにね、シュートを決めたんですけども、まあさすがに、このシュートはうまかったよねっていうゴールでしたね。三田選手です。で、そこで、福岡の、同点シーンですね。左サイドから、クロスが入って、で、広島の選手がね、ディフェンダーが、まず触ったんですけども、後ろに流れてしまったんですね。まあ、いわゆるこう、左から右へ飛んでいったっていう形になります。で、そのこぼれ球を、押し込んだっていう形ですね。じゃないか、そうじゃないか。左からですね。ごめんなさい。左からのクロスをそのまま、ポンとね。なんてやったんだっけ。普通に入れたんだよね。ごめんなさい。なんか変な感じがし。頭で合わせた。そうですね。ごめんなさい。さっきのは確か、あれでしたね。さっきの後ろに流し、ね、こぼれたボールっていうのは確かポストですね。ごめんなさい。というわけで、1対1という風になっています。はい、失礼しました。さあ、ここまでのね、中継かというか、今日のね、また YouTube さんくるくるなってるな。うん、大丈夫ですかね。今日の、試合ですね。この試合含めて、3試合組まれています。すでに終わっているのは、日産スタジアムで行われた、横浜 F マリノス対柏レイソル。こちらは4対0で、横浜 F マリノスの勝利。なので、柏は、4位なんですけども、勝ち点そのまま。で、広島がこの試合勝てば勝ち点で並ぶんですけども、勝利数では、柏の方が1つ上。で、得失点差で、何点取ればいいのかな ?4 点かな ?4 点か5点広島が取れば、柏を上回るっていうところですね。そして、19時キックオフの、川崎対岩田。こちらの方はまだ0対0というふうな、ところになっています。まだ、開始して29分ですね。なところです。そして明日、日曜日ですね、14時から1試合、札幌対、ガンバ大阪。そして18時から1、2、3、4試合ですね。18時からは3試合。名古屋対鹿島。セレッソ大阪対、清水。神戸対、浦和。そして18時半からが1試合。京都対湘南。で、19時から、鳥栖対 FC 東京という、試合になっています。組み合わせですね。明日は、神戸対浦和がね、まあちょっと気になる試合ではあるんですけども、どうなるかなって感じですね。神戸はちょっとね、怪我人とかが多くて、ちょっと厳しい状況があるんですけどもね、今2勝しかしてできてないので、まあ何か変えてくるんだろうなとは思いますけどね。さあ今ね、ちょうど CM 中なので、もう少しお待ちください。で、あと、まあちょっとね、これはこの試合とは関係ないんですけども、ワールドカップのね、まあ、ルール改正っていうのかな。今回の、カタールワールドカップに対してだけは、ルールが変わって、ベンチ入りメンバーが23人から26人。ベンチ入りだったっけ?登録メンバーだっけ?ね。23人から26人に増えましたね。そして、予備メンバーっていうのかな。
まあね、登録メンバーが怪我をした場合とかなんかにこう入れ替わることができる、メンバーが、55人だっけに、拡大になったということをね、決まりましたね。確か。さあ、ちょっとダゾンの方もくるくるなってるよ。大丈夫かな？ちょっとね、今日は、インターネットの方がちょっと重いのかな。さっきからね、YouTube さんの方が、くるくるなったりとか、ね、ダゾンが止まったりとかってね、あるんですけども。さあ、まもなく後半が始まりそうです。さあ、広島、選手交代しましたね。選手、変わって、ドグラス・ビエイラでしたっけ？ごめんなさいね。あとは、特に変わりはなさそうですね。福岡は変わってきた？福岡は変わってないですね。また YouTube が。どうもね、回線が安定してないな。ごめんなさい。回線がちょっと安定してないですね。後半開始。福岡。まあ、ただ、なんだろうな。ごめんなさい。ちょっとね、YouTube がちょっと重いみたいです。さあ、後半が始まっています。今、広島がボールを持ってますけども、まだどっちとも言えないですね。今日はね、ちょっと回線が、重たい感じがするので、ちょっと見づらいかもしれませんけど、ご了承ください。さて、笛が鳴りました。広島の方がね、フォワード変えてきました。ワントップを変えてきました。後半ですね。果たしてこれがどうなってくるのか。さあ、広島、右サイドで、大丈夫かな？さあ、右サイドを突破できるか？さあ、一旦、戻す。どうする？今度は、一旦、後ろまで戻しましたね。で、左サイドで前に出したけど、これは引っかかりましたね。フォーカーボール。さあ、ここから前につなぎたい。でも、取られた。さあ、前に出しましたね。真ん中に入ってます。さあ、ここから、さらに前に出す。さあ、一旦後ろに戻す。右サイドに展開。今は展開したけど、一旦また戻りましたね。そして、どうする？もう一回右。さあ、クロス。後ろに反らす。ただ、そこに選手は入ってこない。間に合わなかった。ディフェンダーが、はい、先に入ってきた。こぼれ球はどっちが取る？効果がクリアをする。その先はどうだ。広島はまたヘディング。どっちが取る？ゴール前。さあ、これはハンドですね。広島のハンド。どうもね、 YouTube がちょっと重い感じが、回線がね、重い感じがします。ごめんなさい。
広島のボールですね、ゴールキーパーから大きくね、ボールを前に出してきました。そして左サイドに展開しています。さあ、今度は逆サイドに出そうとしているところですが、これは福岡に取られて、ただこれに対して広島は猛烈にプレスをかけています。ただボールは繋がっている。さあ、これで、どうだ?さあ、前に出す。どうだ?競争には勝てない。さあ、こぼれ球、まだ福岡。ただ、このボールどっちだ?危ないぞ。大丈夫か?大きく左に出しましたね。福岡が。おっと、ちょっと足が高く上がったけど大丈夫かな?福岡ボールですね、まだ。さあ、真ん中に入れてきました。さあ、ファンマー収めて、落として、そしてまた前に出す。さあ、これはシュートなんかクロスなんか。ただ、ディフェンダーに当たって、広島ボールになりましたね。広島は左に展開。ああ、YouTube がまたくるくるなってる。大丈夫かな?さあ、左サイド。間に合わない。これはタッチ出ちゃいましたね。ん?どうだ?タッチ。タッチですね。ラインは割ってますね。スローインですね。さあ、福岡ボール。今、通算で50分が経過しました。後半5分経過ですね。さあ、左サイドでボール繋がっていますが、ここにチェックが入る。広島ボールのスローインが変わりましたね。さあ、福岡最終ライン。ボールを回しています。うん、広島はそこに対してプレッシャーをかけていきます。そして、ちょっとハーフウェイラインのところで奪い取りましたけども、福岡がもう一回取り返しましたね。そして、アドバンテージは一旦取りましたけども、そのまま、流しましたね。広島ボールで変わっています。さあ、ドリブル、ドリブル。そして真ん中に入れる。一旦落とす。さあ、ふわっと前に出す。ただこれはディフェンダーに当たったみたいですね。福岡が、クリア。そしてもその後、広島ボール、こぼれ球、広島ボール、右サイド、さあドリブル、さあクロスを入れた、ここにはいない、いやでも入ってきたな、ね、森島が今左から入ってきたんですけども、その前にディフェンダーがクリアしましたね。今のはね、福岡とすれば危なかった。大丈夫かな、重いな。さあ、広島のね、左サイドからのコーナーキックになります。さあ、ショートコーナーを繋いで、さあ、クロス、それで、ヘディング。ただ、これはゴールの上。ただ、広島の選手、ドグラス・ベイヤーですね、ちょっと倒れてますね。今、ヘディングでね、シュートしたんですけども。今のは面白かったですね。コーナーキックをダイレクトに入れるんじゃなくて、ショートショートでね、2本つなげた後に、クロス。で、最後ヘディング。というところだったんですけども。さあ、また、くるくるなってるなぁ。ごめんなさい。どうもね、回線が重いのか、YouTube の方が重いのか、どっちとも言えない環境なんですけども、見にくかったりしたらごめんなさい。聞き取りづらかったらごめんなさい。という動画ですね。さあ。
福岡のゴールキック。ただこれは一旦福岡の選手がヘディングをしたところで、広島のゴールキーパーまで行ってしまいましたね。さあちょっと大丈夫かな。広島の選手が今一人倒れていますよ。森島が倒れてますね。まあ今ちょうどねボールを受けに行ったところで、後ろからなのかな、横からか、横からね、あのタックルを受けて、それがね、踏まれたのか。うん、でもどうなんでしょう。まあちょっと特にね、まあ問題はなかったようですね。イエローカードとかもファールとかもなかったようです。そしてドロップゴールです。ドロップボールですね。さあ広島ボールに変わります。そして、福岡はこれに対してプレッシャーをかけていきます。さあそして、福岡がさらにまだボールを取ってますね。右サイド、今ボールを持ってます。さあどうする？真ん中に。いや、どうする？一旦後ろに戻す。右の前。そしてこれはオフサイドのところにファンマーがいたので、ファンマーはもう関与できない。なので、ゴールキーパーまで行っちゃいましたね。そして広島ボールに変わります。やっぱり、福岡はファンマが最初のチョイスなんですね。ただ、どこでこの、ね、福岡はファンマをこう、おとりにして、他の選手を使って、ね、ボールを出していくかっていうのはちょっとあるかもしれませんからね。さあ、ここで。選手交代がある？まだですね。さあ、藤島がボールを持っています。最終ラインでボールを持っています。さあ、右サイド。おっと、一旦元に戻しますが、ここでファールですね。右サイドのところでファールが起きました。さあ、選手交代ですね、福岡。選手交代。福岡、ジョルディ・クルークスが入りました。ワタニ選手はね、先ほど同点ゴールをね、決めた、前半でね、決めたので、まあ、それよりこう攻撃的なっていう感じなのかな、ジョルディ・クリュークスが。さあ、広島のフリックですね。ちょっと出しました。再開しています。そして、真ん中に出してきましたね、大きく。さあ、こぼれ球、もう一回広島。で、もう一回右に出します。こっから、真ん中にグラウンドで入れてきた。ただ、これは跳ね返された。広島のストリング。さあ、右サイド、もう一回。今度は、クロスを入れた。ドリブルをした後にクロスを入れた。ただ、こぼれ球、広島。さあ、でもこれは、福岡が、クリアしましたね。そして、ファンマに入る。ファンマには収まった。そして左サイドで今。さあ、それを追い越したところなんですけども、最初のタッチが大きい。そして逆に今度は広島のカウンターになるのかな？数としては4対2。4対2だけども、ファールだ。どっちのファール？今のはカウンターの押しでしたね。ただ、福岡のあのワンタッチがもう少し短ければ福岡がゴール前まで行ってたんじゃないのかなというところでしたね。今のは広島のファウルでしたね、最後。
さあ、フリーキックはね、もう始まって、ゲームは始まってますが、またね、ストーリングですね、福岡のストーリングで、再開になってます。さあ、今度は広島のボールに変わりましたね。さあ、おっと、どっち？広島ボールですね。スローイング。これはちょっとどっちになるかわかんないですね。おっと、うん、ファールですね。福岡のファール。さあ、広島。最終ラインで今、右から左に変えましたね。そして、最終ラインのところもファールがありましたが。ん？ちょっと待ってくださいね。VAR。アフタータックルってことですかね、今の。いや、大丈夫そうですね。さあ、試合再開。広島がまた右サイド。ただ、一旦元に、中に戻して、今度は左の方へ、展開していきます。左から。クロスが入る。さあ、こぼれ球。福岡。これはクリアしましたね。ただ面白かったボールですね。その高いボールではない。大きいボールではない。ね。しかも速いボールでしたね、今のは。さあ、スローイングから、今度左サイド。さあ、逆サイドに振りますが、これはディフェンダーの方にボールが取られているかな。そして、クリアしましたね。タッチに逃れて、広島のスローイング、右サイド。そして、すぐ、再開してますね。さあ、真ん中に入れてくる。落として、どうする？あー、ディフェンダーが。さあ、クリアしたボールは、福岡のゴールキーパーが出てきまして、こうじゃないか、広島か。広島のゴールキーパーが出てきてって感じですね。さあ、そして、大きく、左。さあ、また広島が取り返しました。左サイド。これは1対1。1対1。ディフェンダーと1対1。どっちが勝つ？さあ、ドーグラス・グローリーが、クリアをしましたね。さあ、ただまだ広島ボール。ただこれを取りましたね。この後どう展開する？右サイド。福岡の右サイド、どうだ？前なのか？いける？さあ、ドリブルでいける。真ん中には2人。さあ、遅れて、ファームに入りましたね。さあ、一旦左に振ります。真ん中。さあ、シュート。こぼれ球は、今で、シュートあったのが、ディフェンダーに当たって、ゴールの右ですね。で、コーナーキックになります。福岡。ああ、もう YouTube が。うん、ごめんなさい。本当にね、対戦が重いみたいで、ね、くる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 となっちゃって、ね、申し訳ないんですけども。さあ、福岡の、右側のコーナーキックとなります。蹴るのはクルークスですね。左足？さあ、ちょっとまた風が出てきたみたいですね。さあ、蹴ったけど、これは、クリアされません。ただもう一回、ドーグラスゴールに入って、さあ、切り返して、そっから、さあ、マイナスにクロス。ただ、ボールは、ファールですね。どうしても YouTube は、あれですね、重いな。
今ね、右サイドで、ね、クルークスが大きく切り返した後にね、マイナスのボールを入れたんで、入れて、ね、それがまあ、うまく渡ればってところだったんですけども、最終的にね、福岡のファールという形になっちゃいました。なんていうか、どちらとも言えない試合になってきたかなとは思いますよね。チャンスの数だと、福岡の方が多いのかな。さあ、広島。さあ、ここで、福岡が突っかけてきたけど。さあ、広島も広島で大きなボールを出してきましたね。ただこれは、福岡が収めている。一旦戻して、さあ中盤で持ってます。さあ真ん中に入れる。ファンマに入れる。ただファンマがちょっと倒れてるよ。大丈夫かな。左サイド。さあコーナーフラグのあたりで、さあどうだ、福岡が取った。ただこれはクリアされちゃいましたね、最終的に。ただファーマですね、やっぱりファーマが強いよねって感じですね。さあこっからどうなるかな。スローイング、左サイドのスローイングですけども、ボールが左サイドで展開されています。どうだ、どうだ。ん？ああ、最終的にファールですね。なんとかね、こう、ドリブルで、ぐいぐいとね、行きたかったんですけども。さあどうなるかな。今のところ1対1ですね。選手交代も1人ずつなんで、これからどう変わっていくのかなっていうところですね。ただ福岡はグローリーが、グローリーじゃない、クルークスが入ったことによって、さらに、なんていうかな、前目っていうのかな、ガツガツと来るようになった気がしますね。さあ、こぼれ球は、どっちだ？広島、取りました。ファールですね。おっと、ちょっと待って。今のはちょっと危ない、危ないというか、余計なことしたんじゃないか？野津田選手、ちょっと今のは良くないんじゃないか？ね、ファールは仕方がないにしても、そのファールに対してっていうのかな。それはね、手を出しちゃいけないよねって感じですよね。イエローカードが出て、イエローカード出ちゃいましたね。大丈夫かな？イエローカードは出なかったです。野津田に、いや。両方ですね。
失礼しました。また、あれくるくなってたかな？さあ、広島、右サイド。どうもね、YouTube が重いみたいなんですけども、ごめんなさい。さあ、大きく左サイドにボールが。おっと、キーパーチャージになるかな？ちょっと、接触というか激しいところが出てきましたね。まあ、ギリギリのボールを出してるっていうところもあるんでしょうけども。って感じが。ああ、またか。ごめんなさい。回線が重いようです。すいません。あ、今は、あれかな？ちょっと止まってますね。ちょうど福岡のディフェンダーと福岡のキーパーが接触した形になっちゃってるので、止まってますね。ゴールキーパーがね、だから。29番は、前島選手が今ちょっと、うずくまってますけども、今ちょうど、中央から左に向かって広島が、ボールを入れたんですよね。そこに対してゴールキーパー、そして29番の前島選手、そして広島の24番が、まあ、ちょうどね、あの交差した形なんですけども、形としては、福岡の前島選手と、ゴールキーパー、ね、福岡のゴールキーパー、村上選手が、それぞれ当たってしまったっていうところで、お腹に入ったのかな？足が、村上選手の。ちょっとまだね、うずくまっていますが、選手交代はしないですね。さあ、なんとか立ち上がりましたが、さあ、どうする？さ、試合再開してますね。で、前島選手は戻ったのかな？ごめんなさい。本当に YouTube が重い。ごめんなさい。本当にね、あの回線が重くて申し訳ないです。さあ、時間は、71分を経過しています。こう、通算してね。さあ、戻ってきたようですね、前島選手。今、選手交代はそれぞれ一人ずつ。さあ、中盤でどっちが取るかな、ボール。ただ、どうだ、これ右サイド。ただ、これは、ちょっと今のは合わないですね。福岡は。今、面白い形を取ったんですけども、パンマはね、オフサイドラインにいたので、ボールに関与できない。本当になんだろうな、これ。重いよー。さあ。福岡のボールを、広島が取って、右サイド。さあ、抜けていく。クロス。さあ、どうだ？合わない。ただ、左まで抜けていくが、広島が追いつくかな。追いついて一旦戻しました。さあ、もう一回。さあ、前に出す。もう一回クロス。これは、また今度、右まで戻る。右まで抜けるが、今度は、福岡が、クリアしましたね。ごめんなさい。さあ、スローイングで。ちょっと待って。福
ポークはまた選手倒れてダメだって罰出してますね。前島選手ですね。前島選手が、今倒れ込んで、他の選手が罰って出してましたね、今。うわぁ、そっか。ちょうど、村上選手の膝あたりが、顔の顎あたりに入ったのかな、最初、さっきの時で。で、その後で、まあ、お腹のところか、胸のあたりに、こう、もう一回入った感じですかね。ということで、今、選手交代が、行われそうですね。待ってくださいね。はい。2番、湯沢選手ですね。湯沢選手が今変わりました。前島選手は、担架に運ばれ、担架に乗せられてって感じですね。さあ、どうなるかな？これがね。そして、広島のスローイングからの、再開となります。一旦最終ラインまで戻しましたね。で、今度は左に、いや、一旦前に出す。でも、いや、これどっちだ？福岡が取る。さあ、ファンマに入る。ファンマに入る。ドリブル開始。右サイドに出す。さあ、そこから。さあ、広島2人。クルクスに対して1人。2人か。さあ、ボールは立ち合いに似てたんですけども、福岡ボールですね。広島はこのジョルディ・クルクスに対して、こう、かなり、警戒をしている感じがありました。まあ、2人がかり取りに行ったからね。ファールを取ったのかな？ファールですね。ごめんなさい。フローイングがなくてファールです。さあ、ほぼコーナーのところからの、フリーキックになりますね。右コーナーに近くからのフリーキック。蹴るのは中村選手。右か足ですね。右からの右足。さっきとはちょっと違いますね。さあ、どうだ？福岡の選手、1、2、3、4、5、6、7、6人ぐらいいるのかな？さあ、ファンマが頭で合わせるが、これはゴールの左。さあ、ゴールキックからなんですけども、またか。ごめんなさい。なんか本当に。あ、さあ、広島が左サイド。さあ、前にフォーンと出す。これ、ゴールキーパーと1対1になる。さあ、ふわっと入った。入った。2対1対2となりました。今ならちょうどね、ゴールキーパーと1対1みたいなね、感じが、形成されて、そこからね、その、ワンタッチで、ゴールキーパーの上を越すね、シュートを、ドグラス・ピエイラが放って、それがゴールに吸い込まれたという形になりました。簡単に近かったですね。
時間は、通算で78分を経過しています。おっと、大丈夫かな。なんか、なんていうかな、選手同士がエキサイトしてるような、感じがしてるんだけども、大丈夫かな。さっきもね、ノッツだと、ね、ドグラス・グローリーにね、1枚ずつイエローカードが出ましたけども、ちょっとね、チェックというか、そこら辺が激しくなってきた感じがしますね。さあ、福岡は、どんどんとね、前へと、進んでいく感じですね。で、それを今押し返しているのが広島。さあ、もう一回、もっと危ないな。またドグラス・ベイダーはね、ゴールキーパーと1対1になりそうだったんですけども、なんとか、グローリーがね、ヘディングでゴールキーパーまで戻しましたね。今の競り負けてたら本当に、ビエラがね、ゴールキーパーと1対1になったんじゃないかなと思います。おっと、これは、ファウルですね。さあ、福岡のフリーキック。右サイドとはいかないか。いや、でも、ヘディングで繋ぎましたね。これは競争。さあ、ボールは、いや、うまく真ん中に入れたけど、これは、クリアされましたね。こぼれ球一旦戻したんだけど、取ったんだけども、いや、やったー。福岡はボール取り返してる。今度、左サイド。前に出す。さあ、後ろに戻して、今度右の方に行くのかな。いや、ディフェンダーの裏を通そうとしているボールでしたね。ただ、さあ、これ競り勝った。真ん中にいる、ファンマに入る。さあ、シュート、どうだ。ゴールキーパー。ファンマじゃないよね。誰が蹴った今、シュート。最後、重なったような感じなんだけども、ちょっと力がなかったですね。今のはちょっと面白い形でしたよ。ファンマに入って、で、あ、でもファンマー受けたんですね。今のは任せてしまった方が良かったのかもしれませんね。後ろから走り込んできた山岸にね、シュートを任せてしまった方が良かったかもしれませんが。さあ、もう一枚変えそうですね、福岡。さあ、また福岡はボールをキープしています。最終ラインでボールを回す。それに対して広島、プレッシャーかけてますね。前から。さあ、どうだ？取れるか？取った。真ん中に入れる。前に出す。さあ、あんまりボールは大きくない。ただ、これ、ファールだ。福岡のファール。さあ、どこら辺でフリーキックだ？ゴールの、若干左ぐらいかな？で、ペナルティーエリアから多分5メートルから10メートルの距離ぐらいじゃないのかなと思うんですよね。ほぼ正面より若干左ぐらいですね。位置としては。で、ペナルティーエリアのやっぱり10メートルぐらい手前かなっていうとこですね。直接はいけるのかな。
直接を今、ゴールキーパー警戒してますね。どっちに来るかな？待機してるのは、野津だと、塩谷。さあ、どっちか蹴る。さあ、でも、下になりましたね。ディフェンダーに当たりました。さあ、もう一回。さあ、どうだ。こぼれ球、もう一回広島が前に蹴る。左サイドでキープをする。さあ、あっと、ペナルティー。いけ。が、グローリーですかね。違うか。誰に倒された？あれは、クルークスか。さあどうなる？時間は85分。フェルナビエラ。決まった。左ですね。ごめんなさい。さあ、これで1対3となりました。で、福岡が選手交代します。福岡が、選手交代。ごめんなさいね。たくさん変わったと思うんですけども、今、おそっとね。ちょっと落ち着いたら、中村と宮とバンマ、あ、三河って広島も一人変えましたね。田辺と、北島か。北島。ウキアン。で、ごめんなさいね。選手交代。いいよ。変わって誰に変わっ、YouTube が重いな。ミスさんに代わって、野上ですね。
ノーガン。すいません。YouTube がね、どうしても重いんでね。それともうちの回線が弱いのかちょっとわかんないんですけども。これでね、選手交代。福岡は全部5人終わりましたね。福岡は5人。で、広島が2人目を変えました。時間はもう88分。もうすぐ89分なのかな。点数は1対3。広島が2点リード。さあ、福岡がゴールキーパーとディフェンダーの間のところにね、ボールを出そうとしたんですけども、ゴールキーパーが対応しましたね。さあ、時計の方は、89分超えています。さあ、右サイド。ちょっと滑っちゃったかな。さあ、スローイン。福岡ボール。さあ、クロスを入れてきた。これは、広島にクリアされます。こぼれ球は、どっちが取る？さあ、広島のゴールキーパーまでボールは戻っています。時間はもうすぐ90分ですね。アディショナルタイムはどれくらいあるかな ?4 分。後半アディショナルタイムは4分です。さあ、また大きいボールが出てきました。福岡。さあ、こぼれ球、福岡。もう一回、今度は左サイドに対して、大きいボール。これは、広島の方、広島のディフェンダーに、クリアされちゃいましたね。今度、左サイドから展開しています、福岡。ただ、ここで、チェックが入る。こぼれ球は、広島。さあ、ドリブル。2対2、後ろからもう一人来る。さあ、右に出した。クロス。グラウンダーのクロス。これはクリア。右サイドからのコーナーキック。広島になりますね。まあ、カウンターが早い。っていうかもうこの時間なので、福岡はね、もう前って言ってるから、まあ、奪われたら、こうなっちゃうよね。ってとこですね、今のは。さあ、広島、選手交代ですね。選手交代。森島に変わって、柴崎ですね。柴崎構成が入ります。よいしょ。さあ、左からのコーナーキック。左足で蹴りますね。さあ、大きく蹴ったぞ。左サイドまで。これはもう一回広島がゴール前に出していく。さあ、ヘディングで折り返したんですけども、これはゴールキーパーに帰っちゃいましたね。さあ、92分となっています。福岡はここから大きく蹴る？いや、右サイドに出した。一旦戻す。ちょっと様子を見てますね。さあ少し、ふわっとしたボール。さあ競り合いからこぼれたボール。いや、ファールですね。今の挟まれたところでファールになりましたね。こっからのフリーキックだから、直接はちょっと遠い場所ですね。これで1点取れれば、まあ、どうだろう。3対3までは見えてくるのかな。ただ時間はもう93分。アディショナルタイム3分経過しています。さあ、これは合わせてくるでしょうね。さあ、ボールが抜けていくが、広島がヘディングでクリア。こぼれ球、福岡が取る。もう一回大きいボール。今度右サイド。これは
そのままゴールラインを割っちゃいましたね。ゴールキックになります。時計は、あと20秒で、94分。アディショナルタイムもね、終わってしまいますが、どこまで審判が取るかな？さあ、ゴールキックを蹴ったところで終わりですかね。いや、まだかな。まだまだ、ごめんなさい。失礼しました。ああ、ここで終わりですね。試合終了。試合終了。3対1で広島、ですね。なんでしょうね。こう、どっちが勝つか分かんなかったような、試合だったんですけども、なんだろう、追加点を取った広島が最終的には勝った。うん、だから、これがね、2点目が、福岡が先に取ってれば、逆になってたんだろうな、っていう感じはしますね。うん。ただ、後半になって少しね、まあ、当たりが強くなって少しね、荒れそうなとこはあったんだけども、まあ、なんとかね、収まっててよかったのかなとは思いますが、まあね、福岡はこれで、ちょっと、どうなんだろう、ちょっと待ってくださいね。一つ前の試合で福岡は負けているので2連敗になっちゃったのか。で、広島はこれで4連勝だから、勝ち点で、柏と並びますね。勝ち点30になって柏と並ぶ。で、広島は、試合数が1試合少ないんですね、これ。17になるから。で、だから、そっか。うん。で、勝ち点差、勝ち数で一応、柏が一つ勝ちが多いので、順位は変わらないですね。4位、柏、5位、広島という形になります。ですね。そして、今ね、もう一つ、ね、この裏で行われている試合があるんですけども、ね、大丈夫かな？ね、裏でやってる、試合なんですけども、ごめんなさい。19時キックオフの、川崎対岩田。こちらの速報ですね。今、後半20分という風になってるんですけども、1対で、川崎がリードをしているという形になっています。改めて今日の結果ですね。16時から始まっていた、横浜、F マリノス対、柏。こちらは4対0で、横浜の勝ち。で、今の試合、18時半からの、福岡対広島。こちらは1対3で、広島の勝ち。そして、19時から始まっている、川崎対岩田は、1対0で今、川崎がリードをしているという状況です。で、明日ですね。明日は、14時から、札幌対ガンバ大阪。18時からは3試合。名古屋対鹿島。そして、大丈夫かな？ごめんなさい。18時から3試合。名古屋対鹿島。そして、セレッソ大阪対清水。そして、神戸対浦和。18時半からは、京都対湘南。そして、19時から、鳥栖対、FC 東京という、試合が組まれています。ね、ダゾーンをね、加入している方であれば、ね、見られるかなという試合が多いんですけども、BS とかだとね、なかなか、難しいかなとは思いますが、ぜひね、こう、また、
こちらをね、見に来ていただければなと思います。今日もね、なんかたくさんね、アクセスしていただきまして、本当にありがとうございました。この時間のお相手は、個人バーチャル YouTuber、皆様に育てていただく VTuber、チムスクランがお送りしました。ね、最中、なんていうのかな、くる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 とね、YouTube がこう、うまくね、再生できなくなっていたと思うんですけども、本当にごめんなさい。こちらの回線が悪いのか、YouTube が重いのか言うとわかんないんですけども、まだ今もなってるんだよね。ね、本当にごめんなさい。なんだけども、またね、J リーグ、そして、そうだな、代表、日本代表の試合、そして、ね、この、秋から冬にかけてのワールドカップもね、同時視聴やっていきますので、もしよろしければ、また見に来てください。この時間はね、J1 リーグ、明治安田生命 J1 リーグ第18節、福岡、アビスパ福岡対サンフレッチェ広島の、試合の模様を同時視聴配信で行っておきました。それでは、また見てくださいね。バイバイ。ありがとうございました。お疲れ様です。ごめんなさい。本当にね、回線がね、重くてね。